ギランはイギリスのハードロックバンド。1978年にイアン・ギランバンドを解体して再結成ノイズブムシーンの中で頭角を表す。1982年解散。1978年にイアン・ギランとコリン・タウンズを中心にグループ名をシンプルにギランとして再始動。ギタリストにはスティーブ・バード、ドラムにはリアム・ゲノッキー。 ピート・バーナクルを迎え、ギラン名義のファーストアルバム、ギランは、本国では、リリースされずに、オーストラリア、ニュージーランド、そして、日本でのみの発売となった。日本でのディストリビュートは、東芝参加のイーストワールド。グループはマーキーなどクラブを中心に活動を再開し、よりシーンを見据えた人生を図り、タウンズとギランに、ギタリストのバーニーとおめ、ドラマーのミック・アンダーウッド。 ベーシストのジョン・マッコイの5人がリフレッシュされた夫人となる。本国での最初のアルバムにあたるミスター・ユニバースを1979年にリリース、翌1980年にはバージンレコードと契約してアルバムグローリー・ロードを制作発表するとノイズブームの流れに乗って英国のレディングフェスティバルや欧州各地のフェスティバルのヘッドライナークラスとして出演する。 1981年には、アルバム、フューチャーショックが、前衛2位のヒットとなるが、ギランのサウンドの要だったバーニー・トウメが、金銭問題でバンドを離れることになり、トウメに代わりギタリストのヤニック・ガーズがグループに加わる。グループは1982年までにアルバム、ダブル・トラブル・マジックを制作。好調な活動を続けたが、ヤン・ギランが生態を治癒するために、 グループの活動を停止すると声明を発表した。現在までに、タウンズは映画音楽の仕事でキャリアを積み、マッコイはインディーレイーベルの制作者、トーメはソロギタリストとしての地位を築き上げ、アンダーアウッドはセッションドラマーとして活動するほか、ヤニック・ガーズは1990年により、アイアン・メイデンのギタリストとして活動している。ありがとうございます。